この和の祭典は日本ならではの素晴らしい文化、芸術、技術などをより広く日本はもちろんのこと海外にも広げてまいりたいという熱い思いの心に JPA 日本文化海外普及協会が主催をさせていただいております。まあでも四国大国島々までも都々逸小石の橋渡しというぐらいなもんで、Yeah!
今日はこれからですね、ちょっと楽しみ、皆さん参加をしていただくと、にわか芸能でいきなり皆さんに発表してたと、はい、今続くこの椅子をね並べまして、皆さん椅子に座ってね、やっていただきますから、はい、それで、音にこの抑揚を作ってますね、打つ時に左手をこうちょっとアクセント、つけていくわけです。で、実はこれは、馬の皮、こちらも馬の皮なんですよね。こちらは子馬の皮、こちらセーバーの皮というふうに、ね、言われておりましてね。まあ今日持ってきたのもこれ江戸時代の皮ですね。もう、200年以上は経っているわけです。それで打ち込んでいって調子が出てくる。この大きい鼓はそうじゃないんですよ。まああの皮の。まあ、もうちょっと新しいんですが、こちらは楽屋で炭火で皮をほじたりして、そして、乾燥させた状態に、まあ、持っていくわけですね、皮をね。だけどね、実は現代がその割とこう音を決めがちなんですね。これがいい音、これは良くない、そういう、人間が判断して音を決めちゃうんですね。鼓のこれじゃ鳴ってないよとね、もっとまろやかに、もっとまろやかな調子を作ろうと、そうするとまあ息をかけて皮にその湿度、与えてあげるとちょっと落ち着いてきますね。今度裏紙、和紙で作った和紙の紙を調子がいいですけどね。調子がこの、深みがね、増してくるわけですね。でこうやって実は骨髄に非常に手がかかる、わけです。じゃあ揃って一回やってみましょうか。では皆さんよろしいですか。はい。呼吸でいきます。息を揃えてください。はい。息でここにいる人たちと皆さん一包みになる。ね、包みですよね、はい、ではまず息を全部吐いてみましょう。吐いて息を吐き切ってください。はい、背中持たれないで背筋を伸ばしてください。姿を潰して、はい、息を吸って、はい、息を吐きながら、はー、息を離して、はい、息を止めて、はい、はい、力を流そうと思います。はい、いや、はい、息を吸って、はい、今度はちょっと声を出してみましょうね。皆さん、お手を拝借、ね、声出しますよね。よろしいですか、皆さん。はい、それではお手を。今、海外からの外国人が日本に年間2869万人いらっしゃいます。そして彼らが日本で使うお金は4兆4000万円です。大変な額です。そしていろいろな目的を持って日本を訪れてくれる外国人の方々が少しでも文化に触れて交流ができたら、こんなに楽しいことはないと思います。私も公職に就きましてから、まあ、4年、もうすぐ4年が経とうとしておりますけれども、日本の文化と伝統を世界に発信して、そして日本の文化で世界の文化に貢献したい、そして世界平和に役立ちたい、そのような志を持っております。はい、そこ
んばんは、私たち自分ゆい大江戸和紙学会から参りました、はい、オンダンスリーダーの林芳恵と伊藤芳子です。それからですね、はい、オンダンサーズ、私たち20歳から80代までの会員が総勢250名います、今回はですね、もう本当にもう元気チャキチャキで自分で我が身を言っている団体でございます。方がおります。どうぞですね、中国の母町のランドの盆踊り大会の大きな宿の上でもう歌っております。有名人でおられます、福田正蔵さんです。どうぞこちらにいらっしゃってください。皆様、こんばんは。はい、では、なんか一言。はい、それではですね、今日はね、綺麗なね、お姉さんがいっぱいいらっしゃいます。だから、大踊りをね、踊りっていうことで、ね、毎日ですね、歌ってね、みたいなと思いますので、ね、皆様、ご声援よろしくお願いします。
東京オリンピック、まもなく参ります。ここにはですね、外国人の方々、これから約2000名の方々がさらに増えるということを聞いておりますけれども、まあ、この思いやりを含めまして、そのどうしたらいいかなという私なりに考えまして、これはですね、ぜひですね、国際新国立劇場でボンダンスができないかと、外国人の皆様と一緒にですね、このボンダンスを世界にですね、日本の誇るべき文化として発信するには、これが一番いいと、私は心から思っておりまして、実は林芳江先生にですね、いろんな形でご相談して、これだけのご協力を本日最初にいただきました。これからですね、このボンダンスはスタートいたします。世界でボンダンス。Thank you.